日新聞デジタル、2020年9月2日、新党代表選、総裁選で影薄く、党大会は仏滅に変更。仏滅、世界大百科辞典第2版の解説によりますと、六曜の一つで大凶日、移転、開店、新規事業の開始など、すべてのことに、終日、今日とされ、結婚式も仏滅は避けて行われるし、この日に病気にかかると長患いになるという、すべてのことに終日、今日。記事ちょっと読んどこか。立憲民主、国民民主、両党が合流する新党の顔となる代表と党名が10日に決まることになった。150人規模の野党第一党の誕生を華々しくアピールする狙いだったが、皮肉にも首相を選ぶ自民党の総裁選と日程が重なってしまい、埋没する懸念が強まっている。代表選は7日告示、10日投開票で、選挙戦は4日間、有権者は合流新党に参加する国会議員に限られることになった。候補者の顔ぶれは、って記事続いてるんですけど、割愛、この動画では角丸枝野さん率いる立憲民主党と国民民主党の連中が合流することで、党大会は仏滅に変更されたよ、面白いねっていう話題だけでいいと思います。で、9月3日朝日新聞デジタル、安倍政権を評価するが 71%、 朝日新聞世論調査、朝日でこの数字すごいね。会員記事なんで全て見られませんが、導入だけで全く問題ないな。記事によりますと、朝日新聞社が2日3日に実施した世論調査電話で、第2次安倍政権の7年8ヶ月の成果評価を聞くと、大いに 17%、 ある程度 54% を合わせて 71% が評価すると答えた。評価しないはあまり 19%、 全く 9% を合わせて 28% だった。それって本物の日本人かって感じやねんけど。第一次政権時、安倍晋三首相が辞任を表明した直後の2007年9月調査でも同様の質問をしているが、当時は評価するが 37% で、評価しないの 60% の方が多かった。まああの時はな、しゃあないで。しかし見事に返り咲いてくださって、民主党政権がボロボロにした部分を修正して復活させてくださいましたからね。で、今回しっかり休養なさっていただいて、ポスト菅の次は安倍でお願いいたします。安倍さん、ありがとうございました。あの悪夢の、いや現実地獄の民主党政権、あれは非常にひどいものでしたが、日本人が気づくのに必要だったのかもしれませんね。